しておめでとうございます。明けましておめでとうございます。なんだよ、釣り子さん。ご無沙汰しております。いや、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年も正月限定カラーの何かが出るって聞いて、こちらです。もう釣り子さんのために作りましたよこの2色すげえ。これインスタとかでもチェックしてたんですけど、これね、うちのお客さん背びれジャンキーの方々からね、黒とグロー、この2色が欲しいということでですね、今回塗ってみました。もう、結構極端な色のこの、まあ本当白と黒っていう感じなんですけども、でもこの釣り目で、ボーンでグローで、去年のお正月こちらのカラーやったんですよ。2色。これもね釣り目でね。でお腹にこうラインスラック。浅草って入ってるんですけど、まあ、今回もこういうふうに文字が入ってましてですね、これ出しどころはどんなイメージで塗られたんですか？これね、黒っていうのは結構オールマイティに使えるカラーで、まあ、晴れだろうが曇りだろうが雨だろうが、まあ、濁ってようが澄んでようが、まあ、使える、まあ、黒でね地味に思うのかもしれないですけど、シルエットがちゃんと出るんで、まあ曇りの日とかもシルエットがしっかり出るし、あとやっぱりほらラバージグって黒とか多くないですか？多いです。あれなんでかっていうとシルエットがはっきりしてるから、こう速いし、こう落ち込みの時でもバスの視界に入るんですよ。黒ってすごくオールマイティー、そういった意味で、この黒があって。こっちがね、グローカラーですね。うわー、これすごいちょっと聞きたかったんですけども、グローってトップウォーターで言ったら、小倉さんの中でどういう位置づけのカラーなんか？グローだから夜光だから、夜に使うのかなって皆さん想像されるかもしれないんですけど、これ実はもう真夏の真っ昼間とか、真っ昼間ともう。オーバーハングのシェードの奥とちょっと暗いところにこれを入れてみるとか、まあ、あと、まあ、釣り子さんもよく行く牛久沼とかめちゃめちゃ効くカラーなんですよ、グローって。なぜかそれは分からないですけど、グローにだけバイトが集中する時があるんですよ。でグローで爆笑してて「持ってないの?」っつって悲しい思いしてる方も結構いるんで、結構ですね、このグローって結構ね外せないカラーなんですよ。もうなんか、これガチに釣りに行くカラーで、そうなんですよ。どっちもそうですね。どっちももうガチガチですこれ。ちなみにこれが7日販売開始で、この浅草のお店に来てまずは、そうですね。浅草の店頭に来てもらって、まあお一人様各色1個ずつ買っていただくっていうことなんですけど。それから連休にちょうど入るんで、7、8、9とまあ店頭販売して、9日のまあ19時でうちの店終わりなんですけど、営業が、19時からメールで先着順で、この通販でこれが買えるようになるので、結構去年なんかも、なんて言ったらいいか、まあちょっと争奪戦みたいな感じ。そうですね。今年は結構塗ったよってなんか、今年はもう去年の本当にみんなに悪いことしちゃったんで、今年はいっぱい作ってますからそんなにね慌ててこなくても、店頭でたっぷり買えると思いますんで、ちょうど週末だと浅草だからちょっとお参りをして、初詣してから来ても全然間に合いますからね。午前中だから初詣行って、で午後なんでオープンがラインスラック初詣にその後来るっていうことですね。でラインスラック初詣終わって、浅草で美味しいもの食べて帰るみたいなね。ちなみにもうなんか全然話だってしちゃうんですけども、小倉さん釣りのご飯の本にも出られていたんで、じゃあそのラインスラック詣の後に夜、おすすめのお店とかって何かあったり？なんだろうな、やってるかなお正月。今まあやってると思うんですけど、あれでも休みかな。角満ってあるんですよ。角満、おそば、そばのそば界の二郎って言われてるんです二郎ラーメン、もうそば二郎、はい、でカドマニストっていう言葉があるぐらい、はい、カドマンファンってすごいいるんですけど、はい、それがもううちの店のすぐ近くにカドマンっていうおそばがあるんで、はい、カドマンで検索していただいて、で冷や肉、冷や肉っていう冷やし肉そばっていうのがあるんですけど、はいはい、それの大体大盛りをみんな食うんで冷や台っていうのがあるんですけど、冷や台、はい、冷や台これを頼んでください、はい、もう間違いないです、間違いないそうそうそう、メニューにはないです、はい、はい、冷や台ちょうだい、これで今のイントネーションでいけば冷や台で浅草結構来てるぞっていう雰囲気が出せるっていう、カドマニストの方かなまあこの近くだとそうカドマンっていうのがあって、はい、まああとは浅草駅の方行けばねいっぱい美味しいものありますので、はい、自分のおすすめはやっぱりちびっこなんかがいたら、うん、スカイツリーなんかも近いんで、あの辺りまで行って、うん、ラインスラック詣でをして、うん、浅草に初詣行って、なるほど、まあカドマニストのふりをしてとかもありかななんて、本当に美味しい店いっぱいあるんで、いや本当昔からある街だからそこの街巡りでも面白いですね。釣り子 TV 浅草グルメツアーの会がこれ今年は多分あると思うんで、あるんですね、小倉さんと行くっていう、そうそうそう、ラインスラックで店いっぱいあります。いやあとはちょっとなんか結構見慣れないあれなんだろうっていうのは結構後ろの方にいっぱいあって、これは直接ラインスラックに来れば、あ、そうですね、今後の展開なんかも小倉さん手が空いてるタイミングがあれば、はいはい、いや今もちょっと後ろにちらっと映ってたかもしれないんですけど、自分はちょっと興味津々なルアーがあ、そうですか、なんかちょっと映せないんですけど映せないんですけど、多分うわー気になるなーっていう、まあ気になる釣り竿なんかもちょっと、はい、はい、釣り竿とあとブランクのカラーが塗ってないルアーとかも、こういうのも直接浅草のラインスラックに来れば見れますね。こんなの今ちょっとテストしてるんだみたいなお話もいろいろ聞けたり、自分は個人的に各日本各地のお店限定の背びれとかがこういうコンセプトみたいよって、本当夢のお店ですね、ここは。もうね、本当お店さんの限定カラーとかってね、速攻売り切れちゃったりするとこもあるんで、いやいや、もう実物はみんな見れないから、ここに来て見るみたいな。なるほど。これだったんですね。あそこにあるんですよね。これになりますから。はい。その各名古屋のコンセプトとか長野のコンセプトとか、いろいろ面白話が自分聞けちゃったんで、はい。じゃあ今年もゴリゴリに。はい。皆さんよろしくお願いします。はい。これ買って帰りたいと思います。小倉さん急に押しかけて。どうもすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。